肉眉合わせると完璧です。采配が完璧です。おにゃせよ、トゥッティトゥームニダポテです。ということでね、もう今さっき遊ぼうのティーザー2の動画を出したんですけど、もうこれ最速だったぞと、これはもう世界最速で世界最速だったぞと思って、出せてね、まあ、ちょっとゆっくりしてたわけですよ。今ちょっとねゆっくりしてて、ちょっとなんかツイート見てたら、なんかプーマのムービーのこと言ってる人がいて、プーマのムービーって、前出たやつ今見たのかなみたいなね。前ちょっと出てたやつ今なんか言ってんのかなと思って、念のためちょっとそのクリックしてみたら、なんか新しいプーマのムービーが出ているということで、なんかそれがね、まあ非常にかっこいい。非常にかっこいいっていうね、噂でもういっぱいです、今。ということで今、遊ぼうティーザー2の動画出したばっかりなんですけども、その可愛い可愛い二重人たちを見た後に、そのプーマのかっこいいビジュを見てみようと。そしてニヤニヤ、ウハウハしようという。そういうことですね。ということで、4月7日にね、出たムービーの、まあ、リアクションとか感想はね、こちらの動画で見てほしいんですけども、まあ、今日そういえば4月9日だったわ、そういえば。出るって言ってたわ、そういえば。そのロングバージョンがね、あるということで、ちょっとそれを見ていきます。オリコンさんのチャンネル出てましたね。で、20美脚眩しいワンカットムービー、メンバーの魅力が爆発。ワンカットってすごいんじゃない？ワンカットで要はカットなしでずーっとこうやって撮っていくでしょ？これちょっと楽しみだね、これ本当に。はい、じゃあ早速見ていきますよ。マコジンから始まって、あーかっこいい、いいね、これいいね、手いいね、今で足見せて、はい、リズム乗って、さあ誰行く、はい、いいですね。マコちゃんからのリマちゃん、そしてめっちゃかっこいい、あらまやちゃん、ちょっとだけ、あらまやちゃん、これまやちゃんのこの服めっちゃ好きだし、かわいい、この髪型もめっちゃ好き、てかまやちゃん多めじゃない、気のせい、めっちゃいいじゃん。え、まやちゃん多めじゃない？え、ちょっとテンション上がってきた。そして誰くんの？みーひちょわん。みーひちょわん。あ、かわいい。ぴょんぴょん走ってね。あ、そして、りくちゃん。いいです。え、これめっちゃいい。で、りくまゆ合わせると、完璧です。采配が完璧です。で、足見せて。はいはいはい。まゆかちゃん、かっこいい。かっこいい。ちょっと待って、汗かいてきた。誰？あら、まこちゃんもう一回。ぐるぐる回って。はいはいはい。いいですね。え、まこちゃんいいです。素晴らしいです。さあさあ、あ、これ、2分間あるからね。そう、上から、にナちゃんを。はい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 。かっこいい。あ、かっこいい。優雅な、あれいっす。で、あやかちゃん。お、あや、あやかちゃん、あ、今の表情見た、今のこのニナちゃんのこのバーの表情見た、今、うん、ありがとうございます、リオちゃん。いいですね、ダンス、あ、ダンスめっちゃいい、ダンスめっちゃ、軽やかなステッピン。足移してからの誰が横に、おっと、ここに入っていく、いつの間にみんな座ったのであろうか。あはい、ちょっとね、この映像はちょっと素晴らしすぎるのではないでしょうか。はい、この映像は少しばかり素晴らしすぎるのではないでしょうか。素晴らしかったな。ちょっとね、気持ちいいまやちゃん長め。これ、まや推しの僕のためなのかな？なんかまやちゃん長めだった印象で、まこちゃんも2回出てきてね。これちょっと、え？これちょっと絶対後でもう1回見ます。これ絶対後でもう1回、あと、2万回見ます。ちょっと待って。かっこよかったね。あやかちゃんもなんかあの表情の切り替え。かっこいいのかな？かわいいのかな？あ、これか、完成、え、いやってなる。これなるよね。美人の方は。これなるよね、絶対に。このかっこいいとかわいいとなんかこの美人となんか、なんかそう、もう、やつぎ早いにこう来ることによって、こっちはもう、かわいいっていうその感情と、かわいいっていう感情と、かっこいいっていう感情がもうこう、ってねえ。うわ、これよかったな。ちょっとだからさっきのさ、遊ぶのティーザーとのギャップもあってさ、さらにかっこよさ増しちゃったよね、これ。いや、かっこいい。いや、本当にかっこいい。おしゃれかっこいいだったな、今のは。はい、ということでね、最近この、遊ぼうのさ、ティーザーとかの可愛い美女ね。で、遊ぼうのコンセプトフォトの美しい美女。そして、このプーマのかっこいい美女。これさ、もう20全部乗せ。いただきます。すいません。
すいません、いただきますね。すいませんっていう感じなんじゃないこれ、みんな。どうでもよ、皆さんね、買える方は買って、買えない方はもう映像で楽しんでということで、4月12日にね、遊ぼうスッキリ出ます。そして、4月15日に M ステ出ますということでね、これ美獣、4月盛り上がっていきましょうということで、エンディング最後までご視聴ありがとうございました。こんな感じでこのチャンネルは20専門チャンネルとして、20の情報速報、グッズ開封動画、リアクション動画、他にも視聴者さんから募集した作品を紹介する20作品紹介シリーズ、この部屋を20グッズで飾り付ける20部屋制作シリーズ、20の誕生日の日には誕生日おめでとうライブなどなど、20に関するたくさんの動画を上げてますので、ぜひぜひ20の方はチャンネル登録して一緒に20を応援できたらなと思います。ということでまた見てください。ワッピーワッピー。ピンクモンスター箱買いしました。ちょっとやばいかな。